アントン・フィルツ1760年3月14日はドイツの作曲家。フィルツはアイヒシュテットに生まれた。フィルツは長らくボヘミアの生まれであるとされてきたが、1756年にフリードリ・ヒビル・ヘルム・マルプルクはバイエルン出身と記しており、1960年代になって彼の正しい出生地が明らかにされた。フィルツは インゴルシュタット大学で法学と進学を学び、1754年にチェリストとしてマンハイム学派の一員となった。当時のマンハイム宮廷還元楽団は、ヨハン・シュターミッツが率いており、ヨーロッパ随一の演奏家集団へと成長を遂げていた。同時代の音楽家はフィルツを高く評価しており、中でもクリスティアン・シューバルトは彼を、これまでに存在した。 最高の公共曲作曲家であると絶賛している。1757年にエリザベートランゲと結婚したフィルツは、1759年に新居を購入している。フィルツはマンハイムに没した。彼はわずか26歳でこの世を去ったにもかかわらず、膨大な数の作品を残した。少なくとも34曲の公共曲があり、 主にチェロやフルートを独創楽器に据えた競争曲が約30曲ある。しかしながら現存するのはそのうち約半数のみである。注釈主典。ありがとうございます。